おはようございます。みんなで作るみんなのためのメタバースザナのファウンダーリオがドバイからお届けするメタバースチャンネルです。はい。というわけで,ですね。本日日曜日なので夜の21時からザナダオ AMA ミートアップ会があるんですけれどもこちらの方にですね、えー、かねてより言っていたように僕の旧友であり、えー、昔の会社の創業仲間であり、熱い同志でもあるですね、15年来の創業 友達、パートナーですね。えー、であり、かつ、今回のザナフェス4.0の、えー、プロデューサーですね。共同プロデューサーである浅井くんが、今回来てくれますので、えー、今ね、ま、まさにこのザナフェスが終わってから、最初のザナ、えー、ミートアップだというところで、えー、今回ですね、しっかり次回の6月26日のザナフェス5に向けて、 しっかりね、いろんなことをしていきたいなと思っているのと同時に、えー、前回のですね、反省点などもろもろ活かして、皆さんの声もお聞きして、すでにいただいている声も集めて、そして、えー、次へのね、会に、へ、えー、の進化に持っていきたいなと思っているんですね。もう彼はね、本当にもうそうそうたる日本のアーティストさんをやっている、ストリーミングをやっている、 もうね、なんか総合的プロデューサーですよね。本当になんかストリーミングをや、だけをやってる人ではなくてですね。もう本当に僕のデザインなんかの師匠であったり、えー、いろんなですね、本当にいろんなこう、なんかスキルを持っている人なんですね。なんでね、今日はいろんなクリエイティブなお話も聞けると思うので。 えー、そういった熱い対談にですね、したいと思っていますので、えー、クリエイティブ好きだよっていう、ね、皆さん、ザナダオの皆さん、えー、またね、ザナダオでいろんなこう、クリエイティブをすでにやっている、例えばワールドを作ったりとか、えー、そうですね、二次創作をしたりとか、そうですね、なんかいろいろゲ,ゲームを作ってみたりとかね、えー、小説を書かれていたりとか、まあ、いろんなで、ね、クリエイティブをしていらっしゃる方々、してくださっている方々がいるんですけれども、えー、そういった方々にですね、何かしらのインスピレーションになるようなお話ができればなと思っております。 はい、えー。というわけでですね、今日の21時ですね、えー、夜皆さんぜひ A 名を聞いてください。 えー、というのがですね、朝、朝というか、一発目のお知らせでございまして、で、えー、ダオ、今、ザラダオですね、皆さんのお主導でも、いろいろな改善点のお、洗い出しであったりとか、改善の施策であったりとかっていうのを、上げていただいておりますし、えー、そして我々、ホームタイの方でもですね、結構日々ミーティングを繰り返して、ブラッシュアップ、そして、えー、今ですね、改善点などをどんどん洗い出していって、改善に向けてですね、チームを動かしているといったような状況であります。まあ、ね、一年目は本当に勢いとスピードで、とにかくやって、 きたんでえー、2年目である今現在特にこの前半戦はですね、えー、前半戦美しく締めくくるという意味でね、6月をしっかり締めくくるという意味では、あ、今までね、1年間やってきた、そして1年半やってきたことで、えー、まだまだですね、自分たちができていないこと、ここを次のステップに行くにはここをしっかり直しとかないといけないよとかね、えー、ここをしっかりき固めて、えっ、ー、と、地面をですね、しっかり地固めして、そしてそれを台にして次のステップに行くというようなですね、タイミングでありますので、えー、しっかりですね、ここを のポイントで、この6月のポイントで、しっかりね、改善していきたいなと思っているわけなんですよ。えー、っていうところでですね、僕個人も久しぶりにですね、自分コンサルというものをやってきました。これ僕結構やるんですけれども、これについてね、今日お話ししてみたいなと思います。自分コンサルというのはですね、非常にわかりやすい、その文字の通りそのままでして、自分自身でですね、自分自身と向き合って、いろんな質問をしていくんですね。で、そこに対して自分が答えると。 いうようなところで、これはですね、やると非常にいいのは、まあ、効率がいいんですよね。あの、人と話しながら、いろいろ問題点を、ああ、洗い出していくっていう時はですね、自分がやっぱり思ってもいなかったような、 回答がですね、どんどん出てきて、あ、なるほどね、と。あ、そういう考えがあったんだ、そういうアイディアがあったんだ、みたいな。そういうね、新しい、そこは気づかなかったな、とかね。そういった新しいスパークが生まれていくので、これはこれでめちゃくちゃ大事なんですけれども、同時にですね、自分一人で考える時間っていうのも、やっぱりすごく大事なんですよね。えー、それはですね、なぜかと言いますと、まあ、そうだな。本来の自分らしい答えが一番出せるからであるかなと思うんですね。で、その問いの問い方も、 自分自身だし、要は問うのも自分、答えるのも自分なんで、まあ、そこにですね、ある程度、うーんそうだな、普段見えていなかったことが、すごく見えてくる瞬間でもあるわけなんですよ。で、なぜならですね、やっぱり行動的な自分、肉体的な自分というのは、日々ですね、いろんなものに追いかけられながら、えー、いろんなものを追いながら、一生懸命ね、 頑張っていっていると思うんですけれども、そんな時にですね、よく僕はハイヤーセルフなんていう話をしますけれども、自分の本来の自分ですね、上の方にいる自分とか、全体を俯瞰して見れる自分であったりとか、そういった、まあの、世俗的なですね、まあ、世俗的というかビジネスはまあ世俗的なものなんですけれども、そういった視点で、えー、忙しくある、 普段の自分から若干切り離して、冷静にですね、そんな人を客観的に一人の人として見たときに、そしてそれが自分ごとではないと思ったときに、自分が自分に対してどういうアドバイスであったり、どういったヒアリングをするのかっていうところなんですよね。うん、なんでこれは、すごくね、自分自身を見つめ直す、そして自分自身がやっている事業を見つめ直すいい機会に、いい方法になると僕は思ってるんで、結構活用しているんですよ。 はい、えー。というわけでですね、僕が自分に今回問いかけたあ、ザナに対する質問ですね。これはまあ何かと言いますと、そうですね、えー、今のザナを冷静に分析して、いいところと、えー、悪いところ、もしくは達成できているところとできていないところ、できていないと思うことに関してはなぜそうなのかっていうところであったり、えー、なぜそう思うのか、そしてそのためには何をしなければいけないかっていうところまでをアクションプランにね、落として、えー、しっかりこう解像度を上げて洗い出すと。 いうようなですね、作業を自分自身に命じたわけなんですね。 え、そうするとね、やっぱりね、出てきましたね。しかもこういったものっていうのは、やっぱり考えるだけじゃなくて、どんどんね、文字に打ち込んでいって、しかもできるだけ僕はスプレッドシートを使うんですけれども、できるだけそういったオーガナイズができるような、例えば順番をさっさと入れ替えたりとか、理路整然としているみたいな感じで、文章ってね、こう、ダダ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 ダっていくので、箇条書きとかでもない限り、なかなかこうね、あの、なんか、理論的なっていうか、数学的な導き出し方ができなくって、え、なんかこう、文章的な国語的な感じ なるんで,すよ、ね、なんで僕は結構システマティックにやりたい派なんで、スプレッドシートを活用しながら書き込んでいって、 えー、そこで数字を変えたり、優先順位を変えたりしながらですね、え、今考えを認めあ、まとめているところなんですけれども、まあ、するとね、結構いろんなものが見えてきました。まあですね、ここでザナが今までできていることとかっていうのは、まあ、あえて特筆すべきことでは今なくって、僕はどちらかというと改善の方に今ね、え、お話にフォーカスしていきたいんですね。そう。まあ、すでにですね、ザナがどういった実績を出してきたかとか、まあ、今までのザナのポジティブなところっていうのは、かなりこれを聞いていただいて、 いるたくさんの方だったらすでに知っていると思うので、まあそれね、改めて言うっていうのも大事なんですけれども、ちょっとね、長くなっちゃうので、えー、今回は、じゃあできている部分はこんだけあるけど、できていない部分がこういうふうにあるから、じゃあどうするのっていうところに、フォーカスを置いて話してみたいなと思うんですけれども、えー、このブロ,ブロックチェーンプロジェクトうん、そうだな、クリプトプロジェクト、Web3 プロジェクト、いろんな言い方ありますけれども、そういったプロジェクトの中でですね、大体一貫して同じだなって思えるような、フローというものがあるんですよ。まあ、特にこれを、 えー、僕、まあ、僕自身が考えたものなんですけども、ザナに、えー、もちろんフォーカスをして、えー、ナに置き換えたときに、えー、どういうふうな答えが出てくるかっていうのを見てみたんですね。でまず最初っていうのは、しっかり、えー、じゃあ第一歩目、ステップ1ね、しっかりビジョンを示して、 で、えっ、ー、と、いろんな人たちがですね、うん、これは素晴らしいものになるんではないかっていう自分が思い描いているビジョンを、えー、人にですね、できる限り理解していただく。たくさんの人に理解していただいて、自分と同じように期待したり、自分と同じようにワクワクしたりしながら、一緒に走ってくれる人ですね。一緒に走ってくれる人たちを、えー、見つけるフェーズだと思ってるんですよ。そのためにはやっぱり自分の言葉を磨かないといけないし、自分が見せれるビジョンを磨かないといけないし、それがウェブサイトなのか、ホワイトペーパーなのか、 え、例えばテストアプリなのか、まあ、何でもいいと思うんですけれども、とにかくこの人たちは最終的にこういうことをしたいんだろうなっていうことを何か感じさせるような、そのきっかけですね。え、これを作ることがまず大事ですと。で、これは僕たちはある程度できていたと思います。ただし、え、今改善点としましては、これをですね、新たに、 かだいぶ時が経って、エコシステムはだいぶね、まとまってきました。僕がそういったものを作った時っていうのは、もう去年のね、ちょうど今から1年ちょっとぐらい前だったかなと思うんですけども、まだですね、全然いろんなものがビジ,なんかビジョンだけだったんですよ。あの、開発はもちろん進めていますよ、去年の今頃っていうか、もうすでに3年前からスタートしているので、開発は進んでいるものの、それが実際市場にどういうふうに出ていって、どういったリアクションを受けて、どれぐらいの数字になるんだろうっていうことが、まあ分かってなかったんで、まあ、若干抽象的なんですよね。 かたや、今はすでに、え、トークンも上場し、え、NFT も、いろんな NFT を発売し、え、そしてゲームも制作し、アプリはローンチし、ビルダーもローンチし、AI をローンチさせ、 えー、より強固な、まあ、独自のポジションっていうものをしっかり作ることができて、その裏に様々な Web3 の動線っていうかですね、まあ、パイプラインを施していくことによって、Web3 のエコシステムを作ろうとしているというところですね。えー、そして DAO の、規模でもですね、かなり大きくなりましたし、まあ、いろんなですね、今だからこそなんですよ。今だからこそ、えー、再度ですね、 本来の自分たちが思い描いている、もう最高のゴール、最高のビジョン、そこに向かってどういうふうに行くんですかっていう、ここをね、再びしっかり発信し直す必要があるなというふうに思っているんですね。これがまず一つ目です。 じゃあ二つ目は何かって言ったらですね、も、ま、う、あ、これ順々に行くとですね、まあプロダクトがしっかりしていること、えー、そして収益ポイントがしっかりデザインされていることっていうことなんですね。これは昨日のボイシーも聞いていただければわかるように、まあ、しっかりですね、プロジェクトとして売り上げを上げていくこと、稼げるプロ,プロダクト、プロジェクトであること、プラットフォームであることっていうのは、本当に大事で、それがどん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 大きくなっていけばですね、 もう本当に、ま何て言うか、雪だるま式に増えていくようなもんなんですよね。一人のがん、会社が頑張ってやりますじゃなくって、その収益ポイントね、それをしっかり設けることによって、今の Web3 時代らしい、自分たち、会社だけではない、えー、そこに関わっているクリエイターであったりとか、ダオのメンバーであったりとか、えー、はたまたトークンをしっかり持っていてくださっているホルダーの方々とか、みんながですね、ハッピーになれるような、そういった設計ですね。まあ、エコシステムの設計、えー、 そして、エコシステムとプロダクトどういうふうに、えー、マージさせていくかっていうところの設計ポイントですね。で、ここもですね、自分の回答、これじゃあ自分どれぐらいできているんですかっていうことを聞かれたときに、僕は今一応40%って書いてるんですけども、設計の段階ですよ。実装じゃないですよ。設計の段階で40%。だから、まだ60%は詰め切れてないところがあるなと思っているんですよね。 そう。あの、これは全体含めてですべての、えー、プロジェクト含めてなんですけれども、うん、そこの設計まだ甘いなと全然思うんで、この設計をもっとポリッシュしていかないといけないなというふうに、まあ思っているので、早急で改善性を、例っていうのを自分で自分に出しているっていうね、面白い図なんですけれども、そういったものがあります。で、第3ですね。えー、第三はですね、これもすごく大事で、しかも d a の皆さんによく言われていることなんですけれども、認知をですね、招き、えー、招いた時に、認知を得た時にですね、 えー、それを実際にアプリの毎日使ってくれるユーザーに、えと、えー、なっていただくような施策を打っているかどうかっていうところなんですよね。そこの設計。で、これはね、まだまだだと思います。全然まだまだだと思います。えー、例えば、ブレイキングダウンで、本当に多分僕500万人ぐらいの人ですね。えー、もっとかな。いや、それぐらいだろうな。500万人以上の人にはですね、ザナの存在っていうのが知れ渡ったと思うんですよ。 っていうなった時に、まあ、これ単純にあのオーディション番組がですね、1回や、1個あたりがまあ400万、500万、600万みたいなものすごいビューを叩き出していたので、えー、そうだと思っているんですけれども、えー、それをですね、えー、知りました。でも、実際に僕たちも出す前から思っていたことなんですけれども、これでザナを知りました。そこからみんなが雪崩のようにザナに乗り込んできて、登録してくれて講座作ってくれるかって言ったら、そこはですね、あの、そん、うんと、そうはならないだろうとどちらかというと思っていたんです、ね、今の段階では。 なんで、そこのエコシステム設計ですね。うん。これもしっかりと、どちらかというとかなり可及的速やかに、しっかり仕上げていかなければいけない。そしてそれを外に対して打ち出していかないといけないっていうことだと思うんですね。 その対象物としてはもちろんたくさんあるんですけれども、えー、例えば今一番大事なのはやっぱり顔となっているメインサイトですね、メインスタウトがあり、えー、それをしっかりですね、完成、えー、することによって認知で得た人たちをしっかりユーザーに変えていくことを目指すというところですね。あとはブラウザ版、まだテストで出していますけれども、このブラウザ版を安定化させる。そして当然のことながらアプリ、モバイルアプリもしっかり安定化させる。えー、そして素晴らしいコンテンツはですね、DAO の皆さんが作ってくださったものも、僕たちがビジネスリードをまとめてきたものも含め めてますごいすごいものだと思うんですよね、えー、コンテンツというものはですね、えー、すごく訴求力のあるコンテンツを僕たちは作ることができると思っているそうなんでこれは一応ですねゼロパーとかじゃなくて40%ぐらい自分の中で、えー、できているかなっていうところですねでもですね、えー、めちゃくちゃ効果が出ているかと言われるとそういうわけでもないのでしっかりですねあのその効果が出ているっていうのは、えー、そうですねコンバージョンの部分ですね で絶対効果が確実に出ているだろうって分かるのは認知の部分で、これはもうね、YouTube がどん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 とブレイキングダウン YouTube が再生されるたびに、ザラのことを認知する人たちは増えていきます。もうどんどん右肩に上がっていきますっていう状況で、でも、うん、そうだな。人っていうのはですね、やっぱり忘れてしまうんですよ。だから継続してやっぱりメッセージを届け続けないといけないと。だからみんなね、メルマガやったりとか、LINE グループやったりとかっていうのをみんなやって、いや、私たちここにいますよと忘れないでくださいねっていうのを、めちゃくちゃアピールしてるみたいな。 そういったものが普段のですね、いろんなあのテクノロジー界隈の方々がやってらっしゃる方法なんですけれども、えー、僕たちもですね、やっぱりそのそんな魅力的な、えー、魅力が溢れるコンテンツがあるからこそ、そこをですね、どういうふうにもっと伝えていけば、 ど,どういうふうにみんなの目に触れたら、あ、ザラ面白いよねとかっていうコンテンツ的な切り口から入ってくれるようにしなきゃいけないなっていうのを今思ってるという感じですね。えー、例えばそれはもちろんのことながら公式が今作っているゲームであったりとか、ダウンの皆さんが作ってくれているゲームであったりとか、まあ今でいうところのザナフェスであったりとかですね。えー、こういったものものはやっぱりコンテンツとして素晴らしいと思うんですよ。 なんで、そういったクリエイティブ能力はね、尖ってるんで、うん、しっかりそれをもう常に続け、伝え続けるみたいな、そういったコンスタントな何かですよね。こういったものはすごい欠けてるよと、自分に対して、もしくは会社に対して思っていますので、しっかりね、これもリブートしていきたいなと思うんですね。 はい、えー、これがコンテンツ部門4番目。そして5番目ですね、認知拡大のためのプロモ制、えー、策実施。これはですね、日本にこと関して言えば、えー、もちろんザナジャパンがですね、すごい人材を抱えていますので、そのザナジャパンの力をですね、ふんだんに活用して、 え、それでですね、まあ、ブレイキングダウンからもちろん始まり、FSL みたいなヒップホップのイベントであったりとか、まあいろんなですね、そのあたりもたくさんのいろんなことをやってらっしゃいます。ですね。えー、恒例があるので、まあ、日本に関してはある程度、もちろん僕たちが主導で、えー、めちゃくちゃですね、いろんなところに動き込んでお頼みしてみたいな感じよりは、まあですね、も,うものすごくね、効率的に素早く認知拡大をできると。 いうのが、あ今のザナジャパンチームですね。溝口さん率いるザナジャパンチームというわけなんで、ここに関してはね、ある程度任せれるかなと日本に関しては、本当に思っています。僕がしゃしゃり出るでもなくですね、うん、もうこの人たちのアイディアとか行動方針を、えー、僕はですね、なるほどとこう学びの目線で見るみたいな、そういった感じですね。はい。唯一、今回10項目くらい、 あるんですけど、この自分コンサルの内容が。でもここがですね、ちょうど折り返し地点くらいの感じで、えー、唯一ここだけがあ、本当に任せれる相手がいるって自分自身で思える、えー、唯一のですね、場所ですね。それらはやっぱり、えー、自分もずっとね、ですね、開発とかだったら関わってないといけないしとか、思うとですね、もうザナにとってすごく珍しい、完全にお任せできる唯一の部門なので、えー、この5番は OK ですね。はい。 えー、そしてですね、えー、6番目に行きましょうか。6番目はですね、えー、そこで獲得した認知ですね。例えばブレイキングダウンをしてくださった人みたいな。そういった人たちをプロジェクトに、えー、じゃないや、プロダクトですね。ザナ、例えばザナアプリだったらザナアプリ。えー、NFT だったら NFT に、えー、誘導をする認知からプロダクトの利用者ですね。無料でもいいので。 そうですね。こ無料だな。NFT じゃなくて、無料でいいからとにかくメタバースに一回遊びに来てくれませんかと。お試しいただけませんかみたいな、そういったですね、認知している人をもう一歩踏み込んでもらう。 ただで何かしてもらうっていう感じですね。これはもう化粧品にしてもですね、どんなあのサービスにしても最初必ずある、そうですね、あのキャンペーンみたいなものをしっかりやることですね。うん。もちろんそのためにはですね、あの受け皿をしっかりしていないといけないんで、受け皿を先に全作る前提で、それができたらですね、えー、この設計を次はしっかりして、えー、どんどんですね、このに、要は認知拡大っていうのは先ほども申し上げたように、僕たちの多分得意分野になってくるので、そこをしっかり受け止める。 受け皿ですね。うん、そこをしっかり作っていきたいなというふうに思っています。そして、それができたら次にしっかりやらないといけないのがですね、えー、そういったとりあえずアプリを試してくれるよねっていう施策ですね。まあ、と、た、あの、よく、d ダ o の皆さんからもご意見をいただいているんですけども、まず、例えばそうですねあ、メタバース、メタバースに来てもらって、 え、毎日なんかログインするとなんかいいことがありますよとかね。えー、こんなことがあるから今だけこんなことみたいな。まあ、よく言われているのはですね、あの、ブレイキングダウンの時に、例えば、そうですね、今、 例えば、今だけ誰々の選手がゲットできるみたいなよくあるじゃないですか。皆さん見てらっしゃると思うんですけども、ああいったものですね。あれはもう本当に素晴らしい施策だと思いますし、あれとあらゆるアプリがしっかりやっていることであり、特にそういったイベント期間というか、プロモーション期間ですね。にはよく使われる手法なので、それをですね、今度からはやっていきたいなとしっかり思っています。そういった設計がですね、まだまだ、うん、まだまだ未熟であると思っているので、そこをしっかりやろうかなと思っていますのと、それが終わったらですね、次にどうするかというとですね、これはやっぱり今度はその無料のでプレイする人たちで,ですね、 無料でプレイをする人たち、メタバースで遊ぶ人たちになってくださったら、そこからですね、えー、有料の、えー、サービスを、えー、ゲットしていただくとか、有料のアイテムも買っていただく。例えば NFT を購入していただくとか、えー、トークンを買っていただくとか、そうですね、メタバースの土地を買っていただくとかみたいなね。そしてさらに、えー、ディープなですね、ザナリアになっていただくような、えー、最初の第一歩ですね、購入というものは。そこへの動線っていうものをしっかりもっとね、作らなければいけないな、ということも同時に思って まずはですね、無料仕様ですね。無料仕様を促進するようなプロモーションで一切までやったことはなかったですよね。うん、これはですね、もう早急にやるべきだなというふうに思っています。はい。えー、そしてですね、それが終わったら、7スペックテップ目が終わったら次がですね、えー、8個目になるんですけども、これも大事ですね。えー、これは、え、ユーザー、要は、つまり購入者ですね。購入者からコミュニティメンバーへ、えー、ですね、え、ここへのコンバージョン。 ま、コンバージョンっていう言い方はですね、ちょっとなんか、あんまり美しくないので、んコンバートしてるわけじゃなくて、な、なんかそうですね、え、なって、その、より、より深いところに来ていただくみたいな感じかな。うん、あの、そこだけで止まっているんじゃなくて、もっと深めに来てくださいよ、一緒にやると楽しいですよ、みたいなね。そこの、んえ、参加を催すような、ですね。そう。購入までしてくださっているんだから、もちろん自分が購入した NFT、 えのプロジェクトっていうのはやっぱり自分もね、えー、ど,うこう気どうこうが気になったりするのでみんなさ、ジョインされたりとかね、すると思うんですよ。 ここですね。ここにももう一つ何か施策をしっかり練っていかなければいけないなと思いましたね。購入しています。さあ、こちらですと。今はですね、皆さんが自発的に来てくださっているような状況だと思うんですね。ザラダオというものは。うん、なんか NT 買ったからちょっと気になってみてディスコード覗いてみましたみたいな。そこにめちゃくちゃ明確な動線が貼られているわけではないんですよね。ここをめちゃくちゃ強化しなきゃいけないなと思っています。まあもちろんこの前に、えー、この1234567、え、8って7っていうステップやって やった上でのことなんですけどね。やった上でのことなんですけども、その次はそういうフェーズが来る。それについてしっかり対策を打つっていうフェーズが来るなと。えー、ステップが来るなと思っていますですね。はい。で、ここまでできたですね、よ、え、う、ー、やくおめでとうございますと。ある程度のフローが完成しましたねっていうところなんですよ。ってなったら次は何するかっていうと、次はここの爪めですね。ナンバーナインは何かと言いますと、えー、ここからですね、ナンバーナインとナンバーテンというものは、 えーんえー、っとですね。そうですね。ああ、ナンバー9ですね。そう、ナンバー9っていうものは、えー、ナンバー10と次のテント直結してるんですけども、9番がですね、えー、営業活動によって、えー、売上を増やすっていうフェーズだと思ってるんですよ。今までの、この12345678っていうものは、そうですね。んと、まあ、どちらかというと b to c みたいなもんですよね。で、9番目はですね、どちらかというと b to b のところで、b to b っていうのは、2つのいい側面があって、1つは、 もちろんそういった人たちがザナフェスティバルを選んで、素晴らしい、例えばテレビ局であったりとか、えー、そうですね、旅行会社である JTB さんであったりとか、JCB さんクレジットカードですよね。とかいろんな人たちがメタバースにいてくださっているっていうことも素晴らしいことだし、えー、かつですね、そういった方々はランドをゲットしてくださっていますので、えー、我々としてはそれが売り上げになったりもするわけじゃないですか。って考えるとですね、一気にもう、あの、 え、なんですかあの、一回鉄砲を撃つと、こうなんか、えー、なんだ、あれ、鳥、鳥が2羽取れ、あの、 打ち落としたみたいな感じで、あの、表現、縦の表現あまりい思いつかないんですけれども、とにかくですね、え、B2B というものはですね、メタバースにとってすごくいいものだ,だと、簡単にとね、言えると思うんですよね。そう。えー、収益ももちろん上がり、かつ、コンテンツというか、そのメタバースの中の、まあまあコンテンツですよね、言ってしまえば。うん。えー、もう拡充されるっていうね、素晴らしいところなんですよ。ここをしっかりもっとやっていかないきゃいけないなっていうと これで、実は、まあ、昨日のですね、ドバイミーティングにおいて、えー、ここのすごくヒントとなるでね、新しい展開方法が分かったので、ここはね、ちょっと手を打っていきたいなと思っています。そうですね。 えー、とにかくそこまで来たらもっと B2B の拡大ですねで。そしてその次が、じゃあ直結している何かというとですね、これは、じゃあ、えー、例えば B2C の収益、B2B の資金が上がってきましたってなったらどうするかっていうとですね、えー、おそらくですね、これは、一部をですね、もちろんのことながら、えー、テクニカルな部分への再投資ですね、にして、 さらにそっから、えっ、ー、と、僕たちはですね、仮想通貨市場に生きている人たちなので、自分たちでね、自分たちの株であるかのような、まあ、株ではないんですけれども、そういったトークンをですね、自分たちで買い戻すことができるんですね。 で、収益がバカバカ上がってますってなったら、ちょっと昨日も言ったんですけども、それはトークン買いますわと、自分のトークン買いますよって話じゃないですか。なんで、そこまで持っていきたいなと、そしてそれを加速させていく必要があるねってなったら、このフローがしっかり動き始めればですね、もう嫌が思いでもザラの価値は高まると思うんですよ。 そう。なぜなら、えー、01でね、えー、お、おいコンテンツっていうものがあるから、みんなが面白いね。しかも誘導がしっかりしているから、みんなが来てくれやすいというところですね。で、そこから人仕きり出すんで、あ、いいなと思ったら、ちょっと NFT など、えー、もしくはトークンなど買っていただいて、そうするとなんか新しい特権が受けれます。 なんかどちらかというと体験の上位互換みたいなものですよね。そういったことができるように、えー、もっとどんどんしていきたいなと思っています。だからとにかくですね、もっとジャブジャブと、えー、売り上げが立てば、その売り上げ使っていろんなことができるんでね。それをどんどん早くしていきたいなと思っています。はい。えー、というわけでですね、ザナの今日の夜のミートアップ会に向けて、かなり厳しめの、ん自分、 自分との株主会議みたいな。自分とのなんとか会議みたいな。トップ会談みたいな。そう。そういったことをして今の問題点をしっかり洗い出しましたので、えー、そうですね。どんどん改善していき、えー、その弱みすらですね。弱みと言いますか。まあそうですね。今の時点での弱点すら今度からは強みに変えれるようなくらいの、えー、しっかりとしたですね。対策を行っていきたいなと思っています。はい。 えー、というわけで,ですね、かなり長くなりましたので、まあ、これを聞きながら、しっかり聞いて覚えていただきながら、今日の英 a などに参加していただけるとすごく効率がいいかなと思っております。はい、えー、というわけで,ですね、それでは本日夜にお会いいたしましょう。ありがとうございました。